さてさ、しおくれでございます。ただいま先ほどダラダラトークを撮った後です。ただこの時間でもリサイクルショップは運営をしていて、この時間でも買い取りをしてくれる店舗があるので、できるだけ早く寝床を確保して今後の衣替えないし年末の大掃除に向けていち早く行動しようということで、こんな時間から行きます。鍵どこやったっけ、刺してるか。はいはい、今日のはごめんなさい、今日のはい、もうはい、喋らして。はい、はい、今日はファイヤーカフェラテミルクと合う香ばしさ焦がし焼きです。これが僕は今ハマってます。好きです。いただきます。あんまりあったかくない。はい、いきます。今日の音声はアイビスミニ。さすがにちょっと毛布が本当に必要ですね。毛布出そう、帰ったら。なんかね、唐揚げ生活のせいかわからないですけど、肩、別に肩に限った話じゃないんだけどね、肩が非常にね乾燥してるんですよ。なんて言ったらいいんでしょう、なんかねカサカサしてるんですよ。乾燥対策をしっかりしないと。はい、というわけで着きましたので、ただいまより行ってきたいと思います。車がポツポツとあるのが従業員さんかな。まあまあ、とりあえず行ってきます。ではさあ、さ戻ってきました。なんと非常に良心的な金額のご提示をいただきまして、9230円でした。全12点持っていきまして、それで9230円のところ査定していただいた方がいつもしていただいてるなんか遅番なのかな、あの方はなんかね恰幅が良くていつもデニムのワークキャップかぶってて、いつもね買い取りの紙とか書くときになんかデニムの話とかをするアメカジ担当みたいな人がいるんですけど、今日持ってったのがアメカジ担当じゃなかったのか、その方の査定じゃなかったんですが、最後なんか見積書の説明をしてもらってる時にその方がいらっしゃって、こんにちはっていう形で声かけていただいて、あどうもっていう話をしてたら、あ常連さんなんですねって言ってもらって、その今日査定してもらった方に、あいつもあのお世話になってますっていう風に言ったら、じゃあもう切りよく1万円にしましょうという、なんともこの素晴らしい接客、非常に気持ちが良かった。もうその方とお話ができたから1万円になったんですけど、まず僕のポーターのいつも使ってたカバンが状態、やっぱり状態考慮みたいな感じでダメージありって書かれてたので、それをちょっと考慮した金額なんですけど1500円で、はたまた黄色いあのトートバッグ型のやつが3500円でした。イエイ。でニューバランスもあのアッパー部分と下のソールをつなぐ最初のちょぼんってあるところ、そこのダメージもやっぱり見受けられてしまって、1500円の買い取り。あと洋服に関してはノースフェイスが1800円でした。薄っぺらいやつ、でその他もろもろ合わせて9230円だったんですけど、あとそのアメカジの人がなんか休憩だったみたいで、なんかこれをもらいました。なんかさっき休憩の時にあのコーヒーカフェオレのこういう紙パックのやつ欲しかったんだけど、カフェオレをしたら1ゴール出てきたからあげますよって言われてね、もらいました。なので全合計金額は1万円とこの1ゴールでした。1ゴールをいただくぞ。こうしてまた一つ借りができたのでまた持ってきたいなと思いますね。甘い。さて帰りましょう。というわけでこの断捨離によって得たこのお金で掃除道具をちょっと買って年末の大掃除をしっかりと事前にもう本当に頑張ってもうピッカピカにしちゃおうかな。廊下とかもね、30になる年を迎えるわけですよ。2017年ね、大人にならないと、部屋の掃除をできる男にならないといけない。早いな1年。はい、
では、ショコラでした。また明日。